VCC-80 ダルドは、イタリアで開発された、不評戦闘車。なお、VCC-80 とは、ベイコロコーザとダコンバッティメント80の略であり、80年代型走行、戦闘車両の意味である。イタリア陸軍は、1980年代初頭より、VCC-1 カミリーの不評戦闘車の運用を開始していた。これは、 FMC 社の AFF を参考にしており、M113 装甲兵員輸送車を元にして、重使用ハッチに、全周旋回可能なターレットと棒立て付き重化を取り付けるとともに、銃眼と潜望鏡を装備したものであった。ただし主武装は従来通りの M22.7mm 重機関銃で、あったことから、あくまで応急的な措置と言うべきものであった。このことから、イタリア陸軍は、 1973年より、より本格的な不評戦闘車の研究を開始した。1982年には、この研究に基づいて、オートメラーラ車及びイベコ車に対して、具体的な開発が発注された。1986年には、第一次試作車が完成。これを踏まえて改良された第二次試作車は、1990年から1991年に、かけて完成した。 しかし、イタリア陸軍は、VCC-1 を発展させた、VCC-2 不評戦闘車の配備を先行させ、VCC-80 ダルド不評戦闘車の正式化は1998年まで遅れることとなった。車体、砲塔のいずれもアルミニウム合金製となっており、国際アルミニウム合金名で5030番及び7020番が使用されている。 また、数曜部には、さらに防弾後半が、追加装備されている。車体正面では 25mm アップ図弾に、それ以外の全周で 14.5mm API 弾に、交担するとされている。また、円膜転長用として、80mm 円膜弾、発射機が4機搭載されている。本社は TC、TC-25 ヒットフィストと称される二名用砲塔を、搭載している。 TC-25 は、主武装として、エリコンクバ 25mm 機関砲を単装に搭載しており、即用弾は、鉄鋼弾75発及び、焼夷榴弾125発、さらに予備弾薬として200発を収容する。マイナス10度プラス60度の不要角を備え、限定的ながらも、対空射撃も可能とされている。射撃統制装置としては、当初は、 戦車用のタームズが予定されていたが、最終的には、アメリカ陸軍の M2 ブラッドレー不評戦闘車に、搭載されたものの派生型である、DNRS が採用された。また、対戦車ミサイルとして、BGM-71 と、または、スパイク LR 発射機が2機、副武装としては、MG42 59、597.62mm 機関銃が1丁、搭載された。 エンジンとしては、イベコフィアット 520HP-6V、マトカターボチャージドディーゼルが採用されており、出力、重量比は 22.2HPT となっている。トランスミッションは、LSG1500 自動変速機であり、停止状態から時速 40km までの、加速時間は15秒とされている。サスペンションは、ハイドロニューマチックトーションバー、スプリング式であり、 トーションバーの直径は4 5ト、mm、ルである。2000年より、イタリア陸軍での運用を開始し、まず、ガリバルディ機械化旅団より配備された。また、2004年のイラク戦争において、実戦投入されたほか、アフガニスタン紛争にも投入されている。ありがとうございます。